私たちはこのところでサヤエンドウを育っています。そしてこのサヤエンドウが生い茂りすぎて風が当たると支柱が揺らぐんですね。そのために今私たちは支柱を支えるために紐を引っ張りました。で、今ね、家内が収穫をしてるんですが、毎回結構の量が取れてるみたいです。今回は袋にこれが3袋目の、ね、収穫をしてるそうですので、ちょっとそのあたりを撮影していきます。強風があるとどうしてもね、このサヤエンドウの葉っぱに当たり、どうしても揺れてしまうんですね。そうすると、倒れてしまうもんですから、今私たちはこのように青い紐で何箇所か、4箇所ですね、紐を引っ張る形にしました。そしてこれである程度は収まってると思うんですけど、その後どうなっていくかっていうことを見ていきたいと思いますね。そしてこれが今私たちのサヤエンドウなんですけど、無肥料で、プラス、ね、化学性のものは一切使っていません。まあ、無肥料っていう言い方すると、あれなんですけど、実際は、米ぬかとか、そういうのをちょこっとあげたりしています。それが自然農かどうかっていうのは非常に難しいところだと思うんですけど、私たちとしては化学性の農薬、化学性のそういう、肥料をあげないっていうことで、行うようにしています。デボラさん、どんな感じで取れてますか？重たいよわあ、結構の量ですね。これは 3袋目よ。わあ、すごいね。これが、毎週、毎日取ってるわけじゃないからあれだけど、毎週ね、このように一杯取れてきていることを感謝しています。そしてこのサヤエンドウは下の方からなるべく取るといいっていうことで、今下の方のやつをなるべく取ってみます。そうすることによって栄養が上に上に上がるもんですから、葉っぱが上の方に伸びてくるっていう予定ですね。これが、ね、今私たちがやってるサヤエンドウの栽培です。